僕、土川南は、中華民国の軍人。越軍出身で、国民革命軍の有力指揮官となる。字は、京成。別号は、陸軍。新末は、学問分野で順調に進学していたが、1912年に、関東陸軍小学第6期に入学した。同期には、幼鳥、超発形、理官魂がいる。 1914年冬に卒業し、派、リラと共に、武将陸軍、第二予備学童に進学した。1916年冬、卒業し、翌年に保定陸軍軍艦学校に入り、第六期風評価で学ぶ。1918年に卒業し、当初は、三島省で、北京政府の軍務に就いた。しかし、1920年10月、 孫文が樹立した公衆軍政府に転じるために、関東省に戻る。翌年、僕は、越軍第一市に配属され、また、孫が、非常大総統となった際に設立された、経営団に選抜されている。以後、陳慶明討伐の統制等で活躍し、1925年9月、国民革命軍第四軍軍部上幸福館に、任せられた。11月には、 第4軍第12市副官庁となっている。1926年5月、国民革命軍第4軍第12市、第35団団長に任ぜられ、北伐に参加した。翌年1月、軍港により、第12市副市長に昇進し、市長の任務を代理している。同年7月には、第12市市長に正式に任命され、9月には、 第四軍副軍長兼第十二師市長に昇進した。そして十二月には、第四軍軍長に任命され、公衆政治軍会臨時軍事委員会主席団、構成員も兼ねている。1927年11月、長発刑が、李渡る新から、関東の統治権を奪おうとして、クーデターを起こすと、僕はバリに加担した。しかし、李は、蒋介石の支援を受け、 理を支持する陳命、クルルラの舞台に、僕は、大敗を喫してしまう。結局、僕は章に事実上降伏し、再び北伐に参加した。北伐完了後の1928年8月、軍縮措置に伴い、第四軍は、第四市に、縮み編され、僕、土川南が引き続き市長を務めた。しかし、同年10月から、病気療養のため、 一旦軍職を離れて、香港に赴いている。1930年11月、陳渡る党の招兵に応じ、内逆軍第8祖事葬式武装参議として復帰した。翌年5月、紹海席に反発する王朝名、陳らが西南派が、公衆国民政府を組織すると、僕もこれに加わり、第一集団軍参謀長に任ぜられている。12月、 満州事変勃発に伴う大同団結により、両国民政府が再合流すると、僕は、中国国民党、第4期中央候補監察委員に選出された。翌年1月、軍事委員会西南文会委員となっている。1935年11月、国民党、第5期中央執行委員に選出された。1936年1月、 陸軍中将に任ぜられる。同年6月、陳渡る党が、藩昌解析の良好事変を起こすと、僕土川南もこれに従い、抗日旧国軍第五軍軍長兼関東第三、軍区司令官に任ぜられた。しかし、予感測りごと、理官魂らが、陳、僕に追随せず、敗北に終わりゲアした。日中戦争勃発後、僕土川南は、 大子祖事軍参謀長兼公衆警備司令として復帰した。しかし大子祖事軍総司令余り勘はりごとと不安になったため、1938年1月、早くも辞任して、香港や故郷のご家県に関挙している。1939年6月、第9集団軍副総司令として復帰し、秋には第65軍軍長も兼任した。 翌年3月、第65軍軍長を辞任し、越編区副総指揮となる。7月、第9集団軍総司令に昇進した。1941年5月、軍事委員会中将高級参謀に移動している。1944年11月、関東水税交渉副主任に任ぜられた。日中戦争終結後は、 スラネキン総司令部第三補給区司令に任せられる。1948年8月、公衆水税公所副主任となるが、翌年6月に辞任した。以後、一家で、香港に移住している。1970年5月9日、香港九流にて死去。去年76。ありがとうございます。